どうも、大堀貴子の秘密の練習部屋へようこそ。今日はシンプルに飛距離アップしたいなって思っています。私がということで、皆さんも一緒に、私と一緒に飛距離アップ頑張りましょうということで、レッツゴー。はい、では飛距離アップなんですけど、飛距離アップ、まあちょっとね、レッスン的になっちゃうと結構いろんな難しいワード出てきちゃうんですよね。例えばヘッドスピードとか、打ち出し角度上げるとか、ミート率を上げるとか、まあこういうちょっと細かいものも大事だったりはするんですけど、今日はもっと簡単に飛距離アップするための練習法をやっていきたいと思います。でもちろん飛距離アップをするにはやっぱり、そうは言っても振りたいですよね。ヘッドスピード上げたいってパンって皆さん思うと思うし、私もそう思います。よし、ここ振るぞ、よしよしよし、このホール振るぞって思っていきなり当てに行くって、なかなか飛ばすぞって言ってこう当てに行くっていうことはないと思う。皆さんやっぱり飛ばしたい時ほどガーンってこう頑張って振るっていうことが頭の中に出てくると思うんですけど、まあ、それで正解だと思いますし、振りたいです。私も飛ばすんだから振りたいんですけど、まあ振るって何って言ったら、当然スピードを上げるために振りますよね。でスピードを上げるためにはゴルフスイングってどうしたらいいかっていうと、まあ一番手っ取り早いのは円周の量、ビョーンってこの量を大きくする。ちっちゃい円周よりもこうやって大きな円周で遠心力をこうどん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 上げていくと、こう、まあ、力がなくてもスピードが上がる可能性は出てくるということで、さあ今日の練習です。もう簡単ですよ、簡単ですよ。連続素振りです。じゃあなんで連続素振りがいいかっていうと、一回私検証しますけど、ワンスイングいきます。これワンスイング。じゃあ3スイングいきます。皆さん違いにお気づきでしょうか。ワンスイングと3スイングした時、なんでワンは英語で3が日本語かっていうところはポイントじゃありません。3回目をスイングした時の方が1回目より大きく振れてません？そう。なんでこれできるかっていうと、反動がつくからなんですよね。1回のスイングで終わるよりも、こっからまた2回目行って、またスイングして、でまたこっから3回目行くと、当然反動がつくから、その分反動力を利用して、体が結構こう可動域が広がってくるんです。これが今日の大事なポイントになります。可動域が広がれば、スイングアークって大きくなるし、そうすると円周も大きくなって大きな遠心力がかかってくるかなというところ。だからがむしゃらに連続素振りをするっていうことがポイントなんではなくて、反動力を生かして可動域を増やしたスイングを身につけていこうということを頭に感じながら連続素振りをしてほしいかなと思います。でこれはもちろんね、いきなりコース行ってじゃあ連続素振りで打つってことはできないので、普段皆さんが連続素振りをすることに慣れておいてください。1回でもう練習場行ったら、もう1回1回ボール持って1回よしって言ってまた打つじゃなくって、練習場行ってもちょいちょい連続素振りを挟んで、こういうふうに常に可動域が狭まらないように、可動域を広げられるように反動を特に入れながらスイングすることに慣れていってほしいんです。で連続素振りを回数をでたくさんたくさん月に何回できたかによって、その人の可動域どんどん広がってくると思いますので、ぜひぜひ飛距離アップの、まあ一番簡単っていうのは、練習方法は簡単ですね。明日飛ぶわけではないんですけれども、まあシンプルな練習方法として1ヶ月後の自分、2ヶ月後の自分にために、少しこの連続素振り、可動域増やし、スイングアーク大きく、遠心力大きくなるように練習をしてみてください。ではバイバイ。